ライフデザインって何？ライフデザイン。この言葉を聞いてあなたはどんなことを思い浮かべますか？この動画では皆さんが自分にとってのライフデザインを考えるヒントをご紹介します。皆さん、ちょっと想像してみてください。ここに白いご飯があります。あなたが一緒に食べたいご飯のお供は何でしょう？梅干し？ふりかけ？それとも納豆？もっと違うものを思い浮かべた人もいるかもしれませんね。同じご飯でも何と一緒に食べたいかはそれぞれ。自分がこれと思うものを食べるのが一番ですよね。でも私は絶対ふりかけという人も、思わぬきっかけで梅干しの美味しさに気づくことがあるかもしれません。梅干しと納豆混ぜたらもっと美味しいかも。そんな新しいアイデアを思いつくこともあるかもしれません。いつもは梅干しだけど今日はふりかけで食べたいなと思うこともあるかもしれません。それでは次の場合はどうでしょう？赤ちゃんが誕生したばかりの男性 A さんと女性 B さんのカップルがいます。共働きの2人、育児休業を取るのはどちらでしょう？おや？ C さんは迷わず B さんが取るよねと思ったようですよ。でも選択肢はそれだけ？もしかしたら A さんが取得するかもしれないし、 A さんと B さん2人で取得するかもしれません。どうして迷わず B さんだと思ってしまったのかな。ちょっと C さんの頭の中を覗いてみると、子供を産む女性が取得するのが当たり前、子育ては女性の方が向いている、男性が育児のために仕事を休むなんて、よく考えるといろんな選択肢があるのに、こうあるべきという思い込みや、普通はこうだといった固定的な価値観によって見えなくなっている、そんな選択肢があるようです。実際にここで取り上げた育児休業についても、男性の取得は徐々に増加していますし、夫婦共に取得できる制度も整っています。皆さんはいくつの選択肢を思いつきましたか？大切なのは自分自身がどうしたいと思っているかということ。こうあるべきという意識を飛び越えて選択肢を増やすということ、そしてその中から何を選ぶかについて考える、それこそがライフデザインなのです。どこで暮らす？誰と生きる？何を大切にする？海に浮かぶ船のように人生の目的地は人それぞれ。どの方角にどのくらいのスピードでどのくらい進むか、決めるのはあなた自身。これから迎えるかもしれない就職、結婚、家族との関係など、あなたのライフデザインに隠れてしまっている選択肢はありませんか？仕方ない、これしかない、みんなそうしているからと選ぶより、私はこれとポジティブに選ぶ。そんなあなたの選ぶ力があなた自身の生きる力に変わり、それが豊かな人生につながるはず。さあ、自分で選ぶ力を身につけて、あなたらしい人生を楽しんでください。